そう、このね、グリッド戦、そうだから、でもそれね、オフ大会でランダムにしなきゃいけないときね、結構きついんだよな。ユリアンもやっぱ全ステージの特定のところを覚えるっていうのはやっぱ難しかった。だとある程度得意ステージを絞るっつうか。反撃は長いから弱パンはガードはさせられないよね、きっと。LCQ も多分トレモじゃないだろうと俺は予想はしてるんだけど、わかんないよね。使いがいいのかなこれ。伊吹はとにかく2回やっぱり手裏剣を使わせないようにしたい。回はもう難しいんじゃねえか。伊吹もね、中足から風魔手裏剣が使えるときは中足リターンが出るから、キャンセルはかかんないっていうのを除くと結構性能はいいと思う。これスカルトやられる。何回も藤村にやられてきた。確かにこれ自キャラの位置で厳しいを多分巻いてるんだな。ユリアン以外の多分いるんだろうな。はい、こんばんは。確かに今日エビハラさんに言われるまで気づかなかったな。勝利。うわあ。
うわ減る。通常の配置だと使いづらいのでレバレスの右ボタンと下ボタンを入れ替えている。あ、そういう配置もあるかもな。確かに左こことここで移動しようってことか。でボタン配置は本当に人によって無限の可能性あります。ごめん、こちらと食らっちゃうな。お、ディレイちゃんのかけた。なるほど、そういうコンボか。飛んだら勝利。やるな、戻す。昔なんか削り確定みたいなのあったよな。厳しい。一回ハマったらマジで全然展開変えられるから全然油断ならない。後ろ、今は食らってもいい。まだ溜まったらやばいっす。 OK 埋めましょうか。投げ圏内にしておく。これ蹴りてえな。厳しが通んなかった。また噛み合うタイミングでお願いします。